ってるんだね。ああ、もうおそらく次の相手が現れるだろう。どうする？二人が仮で攻めるか。そうだね、メリアの敵やセッカの敵の戦闘力を考慮したら二人が仮の方がいいかもね。カナやハクはこの3ヶ月能力向上のための使用しかしていないから戦闘力がセッカに比べて大きく上がっていない。俺も基礎的な訓練が多かったからそこまで大きい成長はしていない。でも二人で一人を倒す、そしてそのままもう一人を倒す。格上相手に2連戦ははっきり言って無謀だよ。くそ、カナの言う通りだ、わかってる。だけど、戦力を分けるのはもっと無謀。勝ち抜けるプランが全然見えない。諦めたらダメ、活路は絶対にあるよ。後が弱気になるなんて。そうだな、二人が頑張って足止めしてくれてるんだ。主の俺が弱気じゃいけないよな。強い不安の感情。でも無理にでも気合を入れようと頑張ってる。うん、進もう。もう少しで最上階だよ。へえ、それじゃあソフィアちゃんは2年前からこの塔にいるんだね。うん、でもここでの生活で困ったことないから。へえ、お外に出たいとかないの？あるよ、でも出させてくれないの。それで今まで何回も喧嘩したこともあるし。第一、ここの人は私を気味悪がりすぎなんだよ。そんな人たちに私だって心を分けるわけないじゃん。そうだよね、実際こうやって話したらすごく楽しいのにね。ハクもずっとここにいるの。いてくれたら毎日が本当楽しいんだけどな。さあ、でもみんながきっと助けに来てくれます。みんなってハクちゃんの友達。うん、みんな大事な人で、私が使える人もいるんだ。そうなんだ、ハクちゃんの周りはいい人に囲まれてるんだね。羨ましいよ。うん、みんな私をすごく大事にしてくれるんだ。だから私もそれに甘えず答えたいって思ってる。いいなぁ、私もハクちゃんたちと一緒にいればそんな未来もあったのかな。うん、きっとソフィアちゃんもパト君に会えば気に入るよ。パト？ん、パト君がどうかした。あれ、なんだろう。なんかすごく懐かしい。懐かしい、パト君が。え、なに？これ？なに？この感情。ソフィア。誰？誰が私を呼ぶの？ソフィア、待ってる。なんでこの声が懐かしく感じるの？ソフィア、俺の。待ってる。パト、パト、パト。ソフィア、俺の専属シーンになるのをずっと待ってる。ソフィア、俺は待ってるから。パト、パト。いつでも専属シーンになる覚悟ができたらおいで。待ってるから。パト、帝王神候補、専属神、近い。そうだ、私は帝王神候補第12位、異質を支配する神聖エルフ族の変異種ソフィア、ターフェアイトだ。ソフィアちゃん、どうしたの？具合でも悪い。全部思い出したよ。パト、理解を据えうれか様。この気配、近くにいるんだね。待ってて、今すぐ私が迎えに行くから。ソフィアちゃん、ハク、一緒に行こう。主の元へ。それは行けたら行った。ほら、行くよ。待て、どこに行くつもりだ。どいて、コントン、私は自分の居場所に帰る。お前、正気を取り戻したのか。うん、長い夢を見ていたようだったよ。あなたたちにはたくさん迷惑をかけた。だからこそ実力行使だけは控えたい。もう一度言うね、そこをどいてコントン。ダメだ、今侵入者がいる。頭鉄と頭骨が破れた。今はそれどころじゃないんだ。その侵入者の元に帰ると言っている。もう二度も言わないよ。なら余計にダメだ。この部屋にこもってろ。わからずや。体の自由が。吹き飛べ。すごい。ほら行くよ。うん。結構上がったね。まさか最上階に捕まってるなんて。どこぞのお姫様かって感じね。監獄島の情報をほとんど奪ったからね。重罪人扱いなんだろう。オーブもここまでの道のりになかったし、管理者が持ってると考えて間違いなさそうだね。残り2つの気配も今は消えてる。まるで災害が起きる前の静けさみたいだ。漫画の受け入り。勘のいい専属神は嫌いだよ。それにしてもなんでここだけ外なんだろう。ここは、ライセノマ、と呼ばれる自殺用処刑所ね。誰の迷惑もかけたくないという囚人用の処刑所。まあ、ほとんど使われないし、そんな慈悲深い人がこんな監獄島になんか来ないけどね。3人目の管理者。あなたたち、何の目的でここまで来たの？お前たちがさらった金髪の少女を取り返しに来た。助けるため？でも自業自得でしょ。わかってる、だけど助けに来たんだ。わからないわね、そもそもなんで監獄島を覗いたのよ。ここにあるオーブを回収するためだよ。かな？あれはもともと私たちのもの、それを探すために覗いたの。
あれはダメ、今は偉い人に依頼されて預かってるの。もうそろそろ来て受け渡す予定。できればもうこれ以上騒ぎを起こさないでほしいのよね。なら余計に急がないとだね。そこをどいて。俺たちは進まないといけない。そう？なら私も侵入者を止めないといけないわね。61億、石化の相手ほどじゃないけど凄まじい力だね。二人で行くぞ。通報を調べていこう。イグレッション。焦ったわ、重力操作系能力者か。そ、強風に水撃、自然系の能力者か。重力で動きを奪っても強風で一気に吹き飛ばされたら全く近づけないな。主、ここはやっぱり私に任せてくれない？え、でも実力が。あとは任せた。かな？かな？落ち着け。かなには羽がある。時間短縮のためにあの管理者と一緒に移ることを選んだんだ。行こう？最後の管理者の気配がない、今がチャンスだ。ふう、所詮はガキだな。アニメさえあれば夢中になって見てやがる。どうだ、そのアニメ面白いだろ。なんとの剣っていうアニメなんだぜ。うん、これ、すっごく面白い。そうか、そうか、なら全作品また持ってきてやるから、今日はそれでも見て時間を潰してな。ねえねえ、頭骨もこのアニメみたいな髪型やってみてよ。いやだね、そんなセンスのかけらもない髪型誰がやるかっつーの。むー、じゃあ勝手にしちゃうもん。バカ、なんで、そりゃ。アニメの中の人は色が地味だったから私は派手に行くよ。今すぐ出せ。そりゃ。おい、これどうなってんだ。ってなんだこりゃー。なんでよりにもよってザコキャラの髪型なんだよ。これじゃあまるで変わりないヘッドじゃないか。ブボー、待って、これはすごくいいや、傑作だ。どうでもいいから直せ。せっち。あ、壁から七色の髪が生えてる。俺もうやだ、この子を。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。